どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズとハニーさん登場でございます。こんにちは。今日は、ハニーさんが登場してるんですけど、夫婦でセッションかと思いきや、ちょっと今日そうじゃないということで、まあ話の流れのちょっと説明をしますとですね、そうだ、このチャンネル、YouTube、ガズレレ YouTube チャンネル、どんな人でもウクレレめっちゃ楽しくすぐできるよとやってみたいと思った方、概要欄にやり方、貼っとくんで、そこからちょっとやってみてください。はい。今日の動画はですね、リビングルームで何気なくね、ウクレレ弾いて、よくね、一緒にワイワイやってるんですけど、それとは別に、ガズレレ大学っていうこのオンラインのね、YouTube メンバーシッププログラムで、毎週2回ライブ配信でいろいろ講義をやってるんですけど、ハニーさんは生徒役でいつもいてください。ちょっとガズレレ大学のこと最近ね、体験入学の動画アップロードしたんで、ぜひ見てもらいたいのが、これも概要欄に貼っとくんですけど、まあ、その動画では、そのシェアした動画ではやってないけど、メトロノームを使ってみんなでね、もう日本中ぜ、世界中の方とこうオンライン講座でレッスンっていうか講義をするから、最初息を合わせようよということで、メトロノーム使って、ちょっといろんなリズムをね、最初弾くんですよ。で、そのメトロノームっていうのは、まあ、カッカって鳴る中でいろんなリズムは言っていくんですけど、それをやってる時に、謎が出てきたという話になって、で、質問がありそうだったんで、ちょっと待って言わないでと。その質問はこの動画にするからということで、今この動画。小杖さん、前ハニー小杖さんが、知りたいこと、リズムのことなんですよね。それをちょっと今から、何が気づいたんですか？知りたいことというか、どうしてもそうなっちゃうこと？そうなっちゃうこと、何ですか？チャをやるじゃない、8ビートのチャとか16ビートのチャ、はいはい、でその時にメトロノームに合わせてやるんだけど、一緒に弾いてるじゃない、一緒に弾いてる、絶対に私の方が早いの、チャが、チャが早い、ああなるほどですね。でメトロノームに合わせてるつもりだから、メトロノームに合わせようって、まあ、やればなんとかすごい意識してなるんだけど、多分なしでメトロノームなしでやったら、絶対分かるので、チャが早いって。なるほどですね、で、はいはい、例えばレッスンとかでやるじゃない、ガズ台で、はいはいはい、あの時に8ビートの気持ちいいとことかあるじゃん、はいはいはい、あとそれこそガズ音とかね、あの時に私ね、自分が早いのが分かるんだけど、なんかこう弾き方は分かってるんだけど、どっかでやっぱどっかで早いなって思ってる自分がいるの。なるほどですね。それが なるほど、なんでそう、なんていうの、そのいい気づき、解決できないのかなみたいなさ、分かってるのに解決できないっていうか、これはですね、今めちゃめちゃいい質問で、こういうことにね、気づくっていうのはまずすごく大きくて、つまり同じリズム弾いてるのに、なんか私の方が速く感じ、でもテンポずれてるわけじゃないんだよね。メトロノームには合ってるからね。そうだけど、それがすごいレベルが高い質問だなと思って、いい質問でした、予想通り、このね、例えば今ちょっとね、ハニーさんの質問とは別なんだけど、例えばみんな8ビートのチャット、例えば C で弾くと、こういうリズムがあって、結構な方が、この弾き方はですね、まあ、ガズレレでも一番よく出てくるリズムだからね、8ビートのチャットっていうのは、できるんだと思うんですけど、ただ、できるっていうのと、いけてるっていうのとちょっと違うっていうのは、まあちょっと大きいんですよ。つまりこれはね、ノリの話だと思うね。で、よくミュージシャンの間では、すごい後乗りとか、すごくこう、また後乗りっていうね、これちょっと本当説明難しい、ニュアンスの話なんですけど、よく言われてるのは、やっぱりそのロックの本場である、このアメリカでも、その、やっぱブラックミュージックをルーツにする方とかは、すごいこう、アフターに来るっていうか、すごいね、溜めるんですよね。ドラムでも、ドン、バン、ドン、ドン、バン、ドン、バン、この、そこが気持ちがいい、で、どっちかっていうと日本人とかアジア人は337拍子みたいなそのリズムを取る癖が、まあ、あるから、前乗りというか前のめりのこう速くなっちゃうっていう性質があるっていうふうに言われてるんですよ、リズムもそうやってやってみると分かるんだけど、ただただ8ビートのチャをやるっていうよりはやっぱそのためを意識することかなと思う。で、僕はずっとミュージシャン やっていたから、気持ちいいリズムっていうことにやっぱりこだわりがあって、自分でもそれを生み出してるって思ってるんだけど、まだそこまで、なんつうのかな、この、できるけれども、そこってすごくこう、結構な障壁なんだよね。ちょっと一個質問。どうぞ。それはさ、正しいその4つなら 4つのタイミングの中の、あるじゃん、その中でそれよりもちょっと垂れるってイメージじゃん。まあそうね。だけど、本当にその、メトロノームでやった時も、チャだけはどっか早い気がするんだよね。だから、その、メトロノームっていうのはね、こういう、僕ん家にあるのはこういうやつなんですけど、これですよ。こういうの聞いたことあるでしょ。
これに合わせてね、まあ弾いていこうと。今日多分110ぐらいがいいと思うんだけど、これに合わせて弾くってことなんだけど、これよく僕が言ってるのは、これにぴったり合わせるってことは別に目標じゃないんだけど、うんうんうん、これと戯れるようにって言うんですよ、うん、これとこういい感じでってことはびっちり合わせるのが目的じゃないんだけど、うん、でもやっぱりこの中でも早い遅いっていうのが出てくる。そうだから、うまく茶の時だけ戯れてないって感じがイメージがあるの。いやでも茶だけって思ってるかもしれないけど全部早いチャっていうのはつまり 目立つから。そっか。そうそうそう。そっか。じゃあ、何も考えずに、8ビートのチャをちょっと弾いてみよう、お互いで。うん、じゃあ、まず、ハニーさんから弾いてみましょう。テンポ、好きなテンポでいいですよ。C だけでいいの。C でいいよ。うん、C とか、好きにコード変えてもらってもいいし。はい。じゃあ、実験。はい。はい、どうぞ。速さどうでもいいです。もう自分が好きなように。ワン、ツー、スリー、フォー。え、チャだよね。ね、そうだよ。ワン、ツー、スリー、フォー。じゃあ同じのをやってみます、うん、せーの。いい感じでしょ。お互いいい感じなんだけど、これ一緒にやると、うん、なんか私の方がちょっと一瞬なんかね早いかなっていうふうに思うってことでしょ。そうだからやっぱりそれは意識してこんなに遅くなんないのかなっていうぐらいやっぱ貯めるのがいいと思う。あのさ、全部を貯めるの、茶だけ貯めるの、茶だけ貯めたらおかしいから、リズムの捉え方が例えばここだとするとドザッドザッちょっと後ろに感じて乗るわけよ、うん、じゃあこれでちょっとやってみると、今聞こえるかな、110というリズムですよ。じゃあこれに合わせて何も考えずにぴったり合うような感じで弾くと、はい、これはね何も考えない、うん、でちょっとじゃあ溜めて弾こうってやった時によく聞いておいてください。ワン、ツー、スリー、フォー、 F、 わかる、このニュアンス。なんかね、わかるよ、柔らかい感じがする。柔らかい、だから思ったよりチャとかそのリズム弾くところはその後ろにあるんですよ。うーん、だからここが点だとすると、うん、みんなから見るとだからここに時間が進んでるとするじゃん。そしたらここに合わせてようと思うとちょっと実は前なんだよね。だからこういうことタタンタランタンタランタンみたいなイメージで遅いかなと思うけど、それでね結構大丈夫な。ちょっとやってみて。後ろ意識する。うわ、ざとらしいね。難しいよ。もっと体を柔らかく。そうそうそう、いいよ。うんうんうん、こういう感じ。うん、やっぱ体が乗ってないのか。そういうこと、そういうこと。だから、あ、今だいぶいい。そういうことなのか。だいぶいいよ。すごいわかる、みんな。これほんのちょっとニュアンスなんだけど、体かな、ふんわりするっていうか、ちょっと安心感がね。メトロノームに、C、D7、G7、止まる、F、C、G7。結構合ってたよ。だからみんな今日のこれかなりね、高高度なことだと思うけど、これできてるできてないで言ったらもうとっくにできてるんですよ、うん、できてるんだけど、そのノリというか、そのもっとほんわかしたなんかこう、まあ、世界観をこう築くみたいなもんだよね。だからそのメトロノームに
合うとかできてるっていうのじゃない、もう次のレベルのこのまあためっていうとね、ちょっとなんか機械的だから、ふんわり感っていうのがね、そうだね、ふんわり後ろに行く、そうだね、きっとね、ここが点だとすると、ここら辺にふんわりあるんですよ、ここにピシッと合うんじゃないの、ふわーんっていう感じ、うーん、そう、なんか今すごい良かったでしょ、うん、それ気持ちがいいのよ。だからこの8ビートの茶もですね、それができてる人とできてない人で聞いてる方もこう心地よさがだいぶ変わる、うん、やっぱりこうこうやってやってるけど動いてないのかね、本当に体からグルーヴを生み出すっていうのは、うん、そういうことを言ってるわけです。これ本当ただあの動かせって言うから動かしてんじゃない、ないんだよね。よくくねくねしてるもんね。くねくねしてんのよ。ガズさんの演奏見てわかるけど、ちょっとガズさんと、じゃあ行くよ、同じようなんで。この思いのほかね、こう長いんだよ。これが気持ちいい。で、これをやっていたら本当にですね、ゾーンに入りますから、何にも考えず、このでメトロノームに合わせようって言うんじゃないよ、戯れるんだからね、でメトロノームに合わせれることがゴールじゃないわけよ。だからそこでこういい感じでこうそういうふんわりしたこのグルー、これこそグルーヴですよ。ガズさんがよく言うね、16ビートは同じなんですよ。そう、だからそんなとさらに同じじゃん、うん、16ビートもみんな多分そうだと思うけど、うん、忙しいとかそういうイメージを持ってちゃダメなんですよ。柔らかくてすごくあのしなやかだぞっていう感じで捉えると、ちょっとじゃあそう、さあお知らせです。この本出てますからね、はい、子供と歌おうソングブックはリットミュージカル5月12日に出たばっかり、大好評です。 Amazon でもいきなりカテゴリー3つか4つぐらい1位獲得しております。はい、この本の出版記念して渋谷のタワーレコードでイベント開催中、あ、開催中じゃない、開催します。誰でも参加できるんですけど、ちょっとねこれ詳しく見ていただきたいんで、概要欄にそのね、タワーレコード、渋谷タワーレコードの参加方法など書いてありますんで、ぜひそっちもチェックよろしくお願いします。2023年ガゼル生誕10周年ということで、東京、名古屋、大阪でイベント開催したんですけど、もうソールドアウトになってくれてありがとうございます。追加公演決定です。5月の14日日曜日吉祥寺 GB で夕方の部、これが予約スタートになりました。ぜひ皆さん買い逃した方、どうしようかなって迷ってるうちにソールドになっちゃった方、概要欄に貼っておくんでぜひ、予約してください。待ってます。そしてね、ガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっつうのやってるんです。知ってましたか？鍵盤楽器もガズレレスタイルでどんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これガズピアノでね、 YouTube 検索すると出てきます。本が出てますから、リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さんこれ覚えておいてください。検索して、今楽器さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、あのガズレシピというアプリがあってですね、アプリスマホとかあのタブレット皆さん入れておいてください。入ってそこで何ができるかというと、楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこうスクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますんで、ぜひあのアプリ入れるだけでもまず入れてみてください。そしてそれのね、書籍版も出てますからね、これ本にもなってるんですよ。 Amazon などで販売中。ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あといつもでガズが使ってる G ラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとかキャップだとかね、 T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページ、ホームページに載ってますのでね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じであっちからこっちからもうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで、盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん楽しく音楽していきましょう。さあ本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではね、バイバイ。